でもです、私はですね、今自宅の大阪にいるんですけども、今回はですね、ANA からお金を払ってこうプレゼントをもらいましたね。つまり買ったということです。ANA ショッピング A スタイルっていうところがあるんですけど、そちらでですね、とあるものをですね、購入しましたので、そちらのですね、レビューっていうところをですね、お届けしようかと思っております。このようなね、ちょっと広々とした、ね、価格になっていると思うんですけど、それじゃないと入らないぐらいのものでですね、おそらく ANA ショッピング A スタイルで売ってるですね、一番大きいものだ。です。先ほどですね、その荷物っていうところが届いたんで、早速なんですけど、今からですね、開封していこうかなというふうに考えております。結構重たいです。最初ね、来た時ビビりました。では持ってきます。おぉはい。ということでね、こちらはですね、購入いたしました。いや、でかくないですか？私、身長173ぐらいあるんですけど、これぐらいの大きさです。なんかね、ちょっと比較するために、なんかも、わかりやすいもの、持ってこようかなって日には思うんですけども、一番わかりやすいかなって日に思ったのがですね、まあ2リットルのお茶なんですけども、すげえでかい。で、お茶で比べるとこんな感じ。ペットボトルが1、2、3、4本分ぐらい、あるぐらいの高さのもので、めっちゃ重い。果たしてじゃあこれが何が入ってるかですね。このチャンネル見ていただいている方は航空ファンの方もかなり多いと思いますので、もしかしたらわかるかもしれないですけど、じゃあちょっと今からですね、開封していこうかなというふうに思っております。なんかちょっと見えましたね。このようにお手紙も入っておりまして、はい、今回 ANA ショッピングA スタイル領収書でしょうね。これどうしようかな。思った以上にでかいっすね。ヒントは私は何度も見たことありますし、まあ皆さんもね、頻繁には見ないかもしれないですけども、私のチャンネル見た方であれば知ってるものです。これでかいな。こっから持ち上げるって無理なんで、もうこっからじゃあ、これいい感じですね。開けましたので、何かっていうところですね。今からですね、お見せしようかと思います。では、3、2、1と。はい、ということですね。はい、これ何かわかりますか？一瞬見た方でもわからないかもしれないですけど、カートです。飛行機で、ね、乗ってる CA の方がですね、これを持って、機内食とか、まあ、ドリンクとか出してくれるカートです。はい、そちらをですね、売ってたんで、購入いたしました。ではですね、ちょっと今から出してみましょう。うわぁ、でかいな、これ思った以上に。あ、でも持ちやすい、さすが持ちやすくなってますね。いいじゃないですか。これだけ見るあれですね、全然普通ですね。ということで、こちらこのカードです。下にもですね、コロコロがついてるんで、新品ではないんでね、ちょっと汚れてたりしますけど、まあでも綺麗な、さすがやっぱね、ANA がこうずっと使ってたやつだけあるなっていうふうに思いますけども、綺麗です。ということでですね、こちらちゃんとですね、近くで見ていただこうかと思うんですけども、ANA のちゃんとロゴも入ってるものでございまして、国際線で使われてたやつですね。そちらのカートがですね、今回ですね、A スタイルで売られておりましたのでですね、思い切って購入いたしました。ちなみにこちらお値段はですね、皆さんいくらと思いますか？もしかしたらまあそれはタイトルとかサムネとかにも書いてるかもしれないんですけど、95,000円、だから10万円弱です。それぐらいで売られておりました。 A スタイルに関してはですね、ANA カードで決済すればですね、5% オフになってですね、9,250円に税込みでなるということです。私はまあ ANA カード持っておりました。それで買い物しましたので、まあ、今回それでですね、こちらをゲットいたしました。じゃあ実際ね、このね、カート気になってる方も多いと思うんですよ。どんな風になってるんやってね。普通お客さんは触らないですよね、こちらに関してはですね。うん。そう、じゃあこれがどんな感じなのかっていうところですね、ちょっと今からですね、いろいろ触っていきたいなって日には思うんですけど、段ボールの中はもうこれしか入ってなかったんですけど、もうプチプチとかも入ってなかったんですけど、まず重いですね。うん。普通に重い。うわぁ。20キロあるみたいですね。うん。じゃあちょっと見ていこうと思うんですけども、驚いたのは、こちらのですね、実際にこう、ドリンクとか入れるスペースですかね。私もね、ちゃんといつも見てるわけではないんで、あれですけど、新品のものですね、こちらに関しては。ケースも今回、入れてくれてるみたいで、こういうふうに、2段式にできるみたいですね。でも1つしか入ってなかったです。だからここにですね、まあね、飲み物とか入れて、イメージとしましては、まあ、2人で持ってますよね。こういうふうに引いて、ここで、これがちょっと憧れますね。こうやって、やると自由に動きますけれども、ここの赤いところがあるんですけど、ここを
パチンとすれば止まって、なんかフィッシュ&ビーフみたいな、そんな言い方はしないですけどねそういう風にできるみたいですね。こういう風に、あ、これいいですね。もうしなければこんな風にこうくる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 回すこともできるということで、あまりやるとですね、で床が傷ついちゃうかもしれないんで、あんまりやらない方がいいと思うんですけど、でもまあまあ全然今の段階ではなんか引っかかったりとかそんなことはないんで、かなりスムーズに動きますね。うん、それでじゃあここはオープンクローズっていう風になってますけども、あ、ちゃんとここにもケースがあるみたいですね。ほうほうほう。でこんな風にですね、ちょっとこれ出してみようか。こんな風にこんな風にやればですね、あ、ポイントはあれですね、細かくですね、あの段があるのありますので微調整ができたりするんですね。うんうん、なるほど。それここにもなんかこう例があるんです。ここは何に使うのかな。私が買ったやつはですね、一応 ANA のですねショッピングサイト の説明を見ると、味のある資料感が魅力のハンドルということでここ書かれてますね。うん、ここでクローズにしたら、あ、開かないんだ、こういうこう開かなくなるみたいですね。オープンにしたらこう、はい、ここの扉が味があるというふうに、まあ URL 中古っていうやつですよね。こちらですね、まあドロワーっていうんですね、今まで知らなかったですね。そのようなですね名前に書かれておりまして、実際にじゃあこんなふうに、まあ、売ることができたりするというわけでございます。かっこいいんじゃないですか。うん、まあ、結構でかいんでね、ワンルームに住んでる人とか買うとちょっとうわっでけえなっていうふうに思うかもしれないんですけども、幸いにも私の家ではそんなに物もないんでね、まあこういったものを置くぐらいであればですね、なんとかなるっていう感じですね。 ANA のショッピングサイトにもですね、こちらじゃあどういうふうに使うんだって、まあもちろんね、これ飛行機の中で使うっていうのはですね、我々個人はですねとてもできるわけはないんですけども、売りとしましては部屋のですねインテリアと、あとまあ実際の収納としてどうですかっていうふうにですね書かれておりますね。こういうふうに置いたりとかしてですね結構でもあれだな、違和感あるな。ANA のね、ショッピングサイトだとめっちゃ自然にですね、書かれてるんですけど、実際にこう置くと、お前、飛行機から盗んできたのみたいな言われそうな感じがしますね。まだここも開けてなかったですね。ここもですね、こんな風に、オープンクローズっていう風にすることができて、あっか、こっち開けたっけ、うん、ここだな。うん、こんな風なものを。お、なんかここにもありますね。ここにね、なんかこう赤いところあって、なんかねこれプッシュすればなんか出てきそうな気がしますけど、出てこないんだよな。なんだろう、これわかんないな。ということでちょっとじゃあまあ近づいてですね、ちょっと改めてお見せしようかとは思うんですけれども、このような感じでですね、若干やっぱりこういったところは黄ばみとかはあったりしますけども、まあでもね全然家にですね1台ぐらいは飛行機ファンならあってもいいんではないでしょうか。まあ私もですね、もちろん買ったからにはですね、インテリア、特に私の普段こう動画撮ってるところのちょっとワンポイントとしてですね置いてですね、うん、ここに本とかね、ここにもありますけども置いたりしたら、ちょっと忙しいですけども、どうですか。結構 YouTuber の方って家で話すときはぬいぐるみとか置いたりするんで、私としても飛行機のこと話すときはですね、このようにやってみてもいいんじゃないかなというふうに思ったりしますけど、ちょっとそれはね考えてみますので、ぜひともなんか皆さんこう置いたらいいんじゃないですかみたいなところですね、教えていただければなというふうにはね思ったりもしますけれども、これだけじゃなくてですね、せっかくなんで、ね、これを使ってですね、なんか面白いこともしていきたいなとか思ったりもするんですけど、特に今思いつくことはないんで、それもですねいい案があるのであればね、ぶっ壊してみたとか、それはちょっとまずいとは思うんですけども、なんかねいい方向で使っていければなって日には考えております。一応ですね、こちらのカートに関してはボーイング787と777で使われてたということで、機種によって違うんですよね。通路のサイズとか収納のところのサイズとかによってですね、まあ多少がですねサイズっていうのは実は変わってるようで、まあ78との7と、まあ、777、まあ同じボーイングのやつはですね、まあ共通ということでですね、こちらのカートっていうのはですね、我々でもお金を払えば買うことができるというものとなっております。実は私結構1ヶ月前、2ヶ月前ぐらいにね、売ってるのを見てですね、すぐにもう買おうとしたんですよ。ただでもちょっと色々ね、旅行してて、そのことも忘れちゃって、最近ね、まあ自宅にいることも多くて、あ、そういえばそんなのあったなっていうふうに、久しぶりにですね、まあ ANA のショッピングサイトを見たらまだ売ってたんで、それでね、2種類ありまして、私はこっちのなんか 2way タイプになるのかな、うん、はい、こちらをですね、購入したんですけども、まだ在庫どちらともあるんで、私すぐ売り切れるかなというふうに思ったんですけど、意外と買ってる方は少ないようで、いくら在庫があるかっていうのがちょっとわかんないんですけども、もしかしたらね、100個とか200個とかあってですね、ANA としても普通に処分するんじゃもったいない。じゃあ、これを売ってみようぜ、みたいなね。
そういった風な流れになったかもしれないですけど、私としてもね、こうやって普段なかなか手に入るもんではないんでね、買えて非常に良かったなというふうに思っております。ちなみにこれに関してはですね、郵送で送られてきたんですけども、成田エアポート物流ビジネスセンターっていうところからですね送られてきて、成田から来たんで、やっぱりまあアメリカとかロンドンとかも、でもこのカートっていうのはね、飛行機で運ばれてすごい活躍したものだと思いますので、まあ、もしね、皆さんも興味ある人はですね、購入してみてはどうでしょうか。まあ安くはないですけどもね、普通に新品で買ったらいくらっていうところがちょっと気になったりしますね。それでね、今思い出してましたけど、もともとね、カートっていうのはね、妻と話してて、ちょっと一個ぐらい買おうよみたいなね、ことをですね、過去に話したことあるんですよね。というのも、結構こう、ヴィンテージのサイトですね、アエロフロートのですね、やつがですね、売ってたりしてたんですよ。おぉ、こんな売ってんだ、みたいな感じで思ったりもしてですね、まぁ、今回ですね、まぁ、ANA が販売してるということで、じゃあそれだったらね、ANA の買おうということで、買った次第でございます。皆さんも。どうですか？ ANA の回し物ではないですけど、ただね、勝手に買うとですね、家族に多分怒られる可能性も高いんで、ぜひとも相談してからですね、買うことを非常にお勧めしていたします。私も今回はですね、一応妻の了承のもとですね、購入したので、妻とですね、仲良くですね、この家に溶け込ませるようにですね、インテリアっていうのを考えていきたいと思ってますね。私のインスタの写真とかにもアップするかもしれないんで、はい、ぜひともね、チェックしていただければと思います。エプロンとか売ってるかなっていうふうに思ったら、それは売ってなくて残念ということで、 ANA の、ね、CA の方はこのようなことはしたと思うんですけども、例えばこんな感じでやったらいいサムネを撮れたりするんではないでしょうか。ということで、まあ今回はこの ANA のカートをですね、ちょっと買ってみたという動画でございました。いや本当にですね、これに関してはなんか自慢できるんじゃないかなというふうに思ってるんで、いろいろですね、活用していきたいなというふうに思ってます。まあこんな感じで今回のですね、動画を終わりたいと思います。それでは。